だけドキッとさせたい。ちょっとありきたりかしら。これはさすがに高原のリゾート風に。家の中でする格好ではないわね。元気なエリカをイメージして。これならびっくりされるかしら。ダメよそんなの。お兄様に無駄な心理的圧迫を与えることになるわ。あーもうどうしたらいいの。どうした、大丈夫か。気を向けられたことは否定されないのですね。事実その通りだからな。なぜわかったんだ。妹の直感です。直感でわかるものなのかしら。どちらかといえば女の勘ですね。女、私にももっと相談してほしいです。もちろん放置しておくつもりもない。正体がわかったらお前にも教えるよ。ですよ、お兄様。約束を破ったらお仕置きですよ、お兄様。分かってるよ、みゆき。なんで復讐兄弟。みゆきのくすぐりの刑ですよ、お兄様。